政務活動報告ビデオでございます。本日はですね、令和3年度の埼玉わっしょい大使を募集しているという件についてお伝えしたいと思います。この埼玉わっしょい大使って何ぞやということでございますけれども、埼玉県のですね、農産物に興味があってインスタグラムを使い、県産農産物の魅力を発信していただける方、令和3年度の埼玉わっしょい大使として募集をするという制度でございます。大使にはですね、旬の県産農産物や県産農産物を使ったグルメの情報などご自身のインスタグラムを通じて発信をしていただくということでございます。ぜひですね、皆さんも一緒にですね、この埼玉県の新鮮で美味しい農産物の魅力を PR していただきたいということで、このわっしょい大使募集という運びになりました。たくさんのご応募をお待ちしておりますということでございまして、じゃあ、 応募期間の方でございますけれども、こちらはですね、令和3年の4月1日木曜日から令和3年4月19日の月曜日までという期間が限られております。で、応募条件でございますけれども、埼玉県のですね、農産物に興味のある方、興味のある方だけでいいですから、もう非常に、応募しやすいという状況でございます。またインスタグラムのですね、アカウントをお持ちの方、ちょっとインスタグラムを使ってということでございますので、インスタグラムやってない方ではちょっとできませんから、そちらの方もですね、アカウントを持っていただければということでございます。それから18歳以上の方、そしてズーム会議に対応できる環境のある方ということで、いろいろ打ち合わせ等はこのズーム会議でやられるということでございますので、対応できる環境のある方でございますから、今やってなくても、ズームをですね、ダウンロードしていただいて、いつでもズームができるように簡単でございますから、やってみたいという方は、これからズームをやるという方でも大丈夫でございますので、環境にある方ね、対応できれば結構でございます。そして、平日の研修会、これは年に4回あるそうです。平日の研修会は年に4回で、これに参加できる方ということでございます。この4回のですね、この研修会でございますけども、5月19日の水曜日が第1回で、これだけ日程が決まっております。その後は7月下旬、10月上旬、12月下旬という順番で、このわっしょい大使のですね、この研修会が行われるということでございます。ホームページの方もですね、出ております。こんな形でやっていきたいと。わっしょい大使、本当に簡単でございますので、ぜひとも多くの皆様方にですね、ご応募いただいて、そしてこのやはりこの地元のもう県産農産物の魅力をですね、どんどん発信していただきたいと思います。これは別に県の南部の方であってもですね、全然、いくらでも農産物の素晴らしいものありますので、ぜひ、埼玉県内の偏った地域にだけにならないようにですね、ぜひとも全体的に、そして、都市部と言われている県南西部、うちの四季市もそうですが、県南部の人たちにも応募していただければというふうに思っております。本日はですね、令和3年度の埼玉わっしょい大使の募集についてお知らせさせていただきました。以上でございます。